ウジアラビアとアメリカの関係、はい、はい、結構ね、王国主義にはデモクラシーが入らないんですよね。サウジアラビアとしてはロシア寄りになり始めてるんです、ね、かなりなっていますね。かなりなってます。今度切ると思いますね。投資も厳しい始めたんでしょ、国々を奴隷扱いし始めたから。こんにちは、カズです。はい、ムガルです。越境 3.0。はい、ムガールさん、こんにちは。はい、こんにちは。はい、皆さんもよくご存知の国際ジャーナリストで、そして、宗教イスラム評論家のフマユン・ムガールさんです。はい、よろしくお願いします。ムガールさん、今日はこちらあれですね。そうですね、遊戯原のモスク、東京ジャーミーの東京ジャーミーですね。で、僕とムガールさんは割としょっちゅう会ってるけど、はい、東京でも福岡でも会ってるけど、はい、モスクで会うのは実は初めて。初めてですね。そうです、モスクで会うのは、ね、今日すごい新鮮なんか。そうです、ここからやっぱね、中東問題が本当モスクから語れば一番いいと思うんですね。そうですね、はい、イスラム教とか中東の問題、このモスクから配信するっていうのがすごいやっぱ伝わると思うんですよ。そうですよ、そうですよ。で、今日ね、皆さんにお届けしたいのは、はい、サウジアラビアとアメリカの関係、はい、まあ、サウジを含む他の中東諸国と、まあ、アメリカの関係が今どん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 亀裂が入ってって、はいはい、で、先日流れたニュースが、はい、こちらアメリカの中堅を無視するサウジアラビアということで、はいはい、サウジアラビアはもうアメリカの言うことはもう聞かなくなっている。そうです。で、なんでこれ聞かないかっていうと、まあ、いろんなことが起きてきたんだけど、はい、最近発表されたのが、うん、まあ、サルマン国王が発表したらしいんですけど、はい、サウド家がもうアメリカはサウジアラビアを同盟国と思っていなくて、はい、まあ、むしろ逆にサウジアラビアを利用して利益を取ろうとしていると、うん、はいはい、そのような発言まで出てきているわけですよ、うん、これはサウジアラビアと同盟国の中東諸国、まあ、たくさんあるわけですけど、はい、他の中東諸国がどのような動きになっているのか、で、それと、まあ、サウジアラビアはどのような動きになっているのか。まあ、まずですね、一つ言いますとね、やっぱりアメリカとしかデモクラシーというんですけど、民主主義、あの、ね、民主主義な国家、サウジアラビアは王国主義です、うん、だから結構ね、王国主義にはデモクラシーが入らないんですよね。だからこの政治思想が入ればいいんだけど、政治思想じゃダメなんですね、うん、で、最終的にやっぱね、利益ですよ、国益のために友達になったんです。その国益は、うん、まあ、サウジアラビアの石油とアメリカの安全保障、もちろんです ね、 ね、これで支え合っていたけど、そうです。でもアメリカはアメリカでもうサウジの石油を必要としなくなってってる方向に。そうです、まあ、言ってたらシェール革命とかもあって。そうなんです、サウジアラビアとしてはロシア寄りになり始めてるんです。かなりなっていますね。かなりなってますね。だからそこにも多分アメリカは気に食わないし、もともとサウジアラビアは中東の中のやっぱ王国主義で一番強い国ですから、まあ、中東の名手とも言われてますから。そうなんですよ、うん、だからもうアメリカとですね、もう切っても切れない縁って言ったんですけど、今度切ると思いますね。だから本当に切りそうですよね。そうです、間違いないですね。だから非公式の発表では、うん、ムハンマド皇太子がアメリカとまあ国交断絶をするということも選択肢に入っていると、うん、そう。だからもともとね、アメリカを応援してたんだけど、サウジアラビアは。ただなぜかそれは宗教のね、共通点があったんですよ。民主主義はただね、少数は多数はじゃないんですよ。本当は200年前にアブラハム・リンカンが初めてアメリカを創立した時に、民主主義の基本、何が言ったかですね、 God and I、 Me and Nation、 神と私、私と国民、これは本当の民主主義です。ここがサウジアラビアと合うんですよ。我々はアラーとやって、アラーと民、民と私、国民のために我々アラーのしもべであるからやればいい。だからアメリカもともとアラーね、神様のしもべとなって世界中を救えばよかったんだけど、しもべというよりもね、もう神様のしもべなら人をしもべし始めたんですよ。国々を奴隷扱いし始めたから。だからそこで言いますね、中東の中でアメリカやっぱアンチアメリカの気持ちが増えてますね。まあ、アメリカももともとね、キリスト教 で、うん、そうですよ。で、キリスト教、ユダヤ教、イスラム教、共通点が、兄弟の宗教みたいなもんですから。そうです、みんなアブラハムの子供であるか ら、うん、から基本的に聖書を中心とした旧約聖書、新約聖書、コーラン、これ3つの考え方ね、神様を中心とした政治思想、うん、これがアメリカも失ってるんですね。本当のデモクラシーじゃないんですよ。だからバイデン司令になってからもっと悪くなったんですね。で、この記事によるとね、うん、サウジアラビアはアメリカの言うことを無視していると、うん、もう今後も言うことを聞いていかないみたいなね、うん、そのような感じになっていて、それに対してアメリカも、うん、まあ結構強硬に出てきているという感じなんで、これ本当に断交とか、うん、そういう選択肢あり得るんじゃないかなって。いや、多分アメリカに今ね、もう基本的にロシア、ウクライナの戦争に直帰出しちゃってるから、そこやる日はないと思うんですよ。この前もね、 G7 サミット日本でやって、うん、とりあえずウクライナ支援しろしろしろって言って、うん、何やって
ってるんだっていうね、戦争のためのね、政治じゃないんだから、戦争継続ですもんね。そうなんですよ。だからこの戦争をやってる国々がですね、私は本当にね、中東と、もう中東ももともとね、混乱状態だから、うん、本当平和を持たせばいいんだけど、うん、アメリカの考え方は合わない状態ですね。なんか G7 サミットの時は、はい、そのウクライナに武器を提供して、うん、でウクライナを支援するんだっていうので、うん、G7 各国一致してるじゃないですか、はい、まあ、戦争継続なんですよ基本的に、うんうんうん、でも同じ時期に、うん、アラブ連盟の首脳サミットがジェッタで開かれたんですよ。やってます。そうです、同じ時期ですよ、ね、同じ時期です。 G7 とやってます。でそのアラブ連盟の首脳サミット、うん、アラブ連盟の首脳会談の時は、うん、ウクライナとロシアをどうやって仲介させるかという、うん、その仲介論の話が出てきてるわけですよ。そうなんですよ。戦争継続じゃなくて、そう、どうやって戦争をやめさせるか、そう、一方は仲介、そう、一方は武器提供で、そう、全然論点違うんですよね。でもそこにもう一つ僕言ったね、 G7 の時に広島サミット時ね、あのインドのモディ首相だけが中国か、ね、アジアから来てるわけでしょ、うん、来ました来ました。で彼だけがねやっぱりね、ユースキンと抱き合って、俺は個人的にあなた仲良くさせてあげてるから、うん、インド中国とも、あのロシアとも仲いいし、うん、だからインドだけですよ結局ですね、この戦争さやめさせるための発言した。 あと G7 の国が全部武器とお金あげるとかですね、うん、この辺が私もちょっと日本の外交もね、もうちょっと G7 をね、うん、中東の人とかアジアに対してもね話し合った方がいいと思うんですね。そうですね。でそれがね、なんか日本の国益とかが見えてなくて、うん、結局日本の主体性なく、うん、G7 とかアメリカを追随しているようにしか見えないんですよ、うんうんうん、日本がね、うん、だからそれではね、この今、まあ、サウジアラビアをはじめとして、うん、第三世界経済圏すごい強くなってきてるじゃないですか。なってますね、はい、でそれらの国々ってものすごい親日国多いんだけれども、うん、そっちをおろそかにしてアメリカ G7 にべったりっていうね、うんうんうん、この今の日本のスタンスはちょっと将来不安に感じますよ、うんうん、まあ、基本的に日本はねお金持ってるからね、お金出せっていうことなんですよ基本的に G7 は、うん、日本は何もできない。本当に、ね、平和のメッセージを出すべきだったんで、まあ、一応言ってるんですよね、平和のために、うん、岸田総理はそのためにやった。でも平和のためにアクションを起こしてないんですよね、うん、アクションを起こす国々を集めてですね、やっぱり平和を実現するのは日本からだと僕は思っていますから、うん、残念ながらその G7 はもうみんないろんなね、あのマスコミは言ってるんだけど、うん、いろんな国際ジャーナリストたちの記者会でもうダメだと言ってますね、うん、あまり効果はないって言ってる。だから G7 全体のやっぱ世界に対する GDP の比率ってものすごい下がってきてるから、うん、でそれ以上に中国やインドとか、うん、まあ、中東地域とか、うん、そのあたりが経済力すごい力つけてきてるでしょ、うん、だからその現状ね、やっぱり日本も、うん、踏まえてわきまえて動いていった方がいいと思うんですけど、うん、でこのサウジアラビアとね、うん、まあ、サウジアラビアがこういう状態になってるんですけど、うん、サウジアラビアと同盟国であるパキスタン、うん、はい、パキスタンはアメリカと、まあ、同盟国じゃないですか。これどうなんですか、パキスタンのアメリカに対するスタンスというのは。まあ、パキスタンはね、アメリカと表上は同盟国だけど本当は中中国と仲いいです。あ、ですよね。そうなんですよ、間違いないんですよ、うん、これですね。これどうなんですか、やっぱりパキスタンもサウジアラビアと同じようにアメリカから離れていこうという考えが強いんですか。考えはあるんだけど、ただ弱い国であるから簡単には離れられない、ね、うん、あ、そっか、まあ、でサウジアラビアみたいにね、急所を握られてるっていうのがあるから。そうそうそうなんです、はい、そう、アメリカから離れたいんだけど簡単には離れられない、ね、もう切っても切れない縁があるからですね、やっぱり軍事支援があるから。あ、だからあともしパキスタン核持ってるから、もうアメリカの傘の下で、うん、いいよ持っていいよと言われてるから、それもやっぱり保護してもらってるから、うん、だから簡単には切れない、本当切りたい。本当にパキスタン国民はアンチアメリカンですよ、みんな。あ、本当、もちろんですよ、みんな好きじゃないんですけど、なんでパキスタンアメリカの言うこと聞くんだとかです。残念ながらもうそれパキスタンの外交ポリシーがあるから、うん、やっぱりちょっと同盟国としては仲良くしていかないといけないですね。サウジアラビアと違うんですね。最近ね、じゃあそのアメリカから離れていくっていうパキスタンのスタンスが、うんうん、なんか現れている何か出来事とか傾向ってありますか。一番いいのですが、我が国今ね、あの元首相イムランカンさんが首になったんですね。イムランカンさん、ね、イムランカンがもうこれ本当にもう1時間ぐらいかけても話したいんですけど、じゃあそのイムランカンさんの一連の事件について、はい、ちょっと次回詳しくお話を伺いたいと思いますので。そうですね、はい、詳しくします、はい、これもアメリカと関連ありましたので ですね。ですよね、はい、じゃあそのあたりをまた次回ということでよろしくお願いします、はい、このチャンネルでは、中東アラブ圏に関する情報をたくさん配信しております。こちら過去の再生リスト、中東アラブ情勢の方からぜひ過去の動画もご覧ください。越境 3.0 チャンネルではこういった世界の情報をお届けしております。毎日夜8時に更新しています。世界の情報をもっと知りたいなと思った方はぜひチャンネル登録いただけると嬉しいです。本日も最後までご覧いただいてありがとうございました。ありがとうございました。せーの、 Here we go。We'll be right back.
世界とつながりたいあなた待ってます。